にちは。こんにちは。リビンポンチャンネルの村田です。桜井です。森下です。はい、また来ました。はい、森下さん。来ました。どうも、こんにちは。お世話になります。お世話になります。で、今回のテーマは、こちら。はい。前回森下さん来ていただいた時に、フォアハンドドライブの基礎の木やったと思うんですけど、今回はバックドライブの基礎の木。はい。基礎です。懐かしいです。基礎です。基礎です。はい。なので、これからバックドライブちょっとやっていきたいなっていう方向けなので、前陣ですね。前陣ですね。はい、前で。まあ一番使うので、中陣後陣ってそんな使わないですよね。うん、正直。基礎の基は前陣ですよね。ね。やっぱりね。で、台に極力近い場所で、安定してバックドライブを連続で打つための第一歩としてやっていきたいなと。で今回は、まあ、シェイク全シェイクなので私裏面でやります。久しぶりのペン村田。久しぶりですよ、うん、ね、ペン村田で森山さんは普通のシェイクで、桜井さんはいろいろと司会進行を務めてくれるので、桜井さんを見たいっていう方、すいません。今日は僕、あんまり釣りません。ざまみろ。ですね。あ、で、一つ僕、新しいラケット入手したんですよ、皆さん。知ってます？これ、森安賀さんはもうめっちゃ知ってますよね。めっちゃ使ってたっす、これ。懐かしがる人多いんじゃないですか。ティモボルスピリット。このデザイン。これいつ？僕中学生に始めたての頃にありました。学生ぐらいじゃないですか。学生ですよ。だよね。ですよ。10年以上前ですよね。まあアウターのアリレートなので、ビスカリアとほぼ一緒です。ビスカリアより上板がちょっと硬いかなぐらいで、まだちょっと新品なのでなんか微妙なんですよ。わかる？湿気吸い込まないと調子よくならないじゃないですか、ラケットって。なので頑張って使って、最終的にビスカリアとどっちがいいかっていうのを試してるんですけど、今日私これペン持ちでやりますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあやっていきますか。やっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。今回、基礎のキーということでバックハンドドライブを、森下さんと村瀬さんにやっていただきたいと思います。まあ、基礎のキーということなので、形からまずは入っていって、構えから入っていき、足の使い方から入っていき、バックスイングから入っていき、スイングに入っていき、ボールをどこで捉えるのか、ボールのどこを取るのかっていうところまで一個ずつ説明していきながらやっていきたいと思います。構えからいきましょうか。どんぐらい離れますか、台から。前陣でやるとなれば、ラケット1個分開けてください。まあラケット1個分でいいですよね。ラケット1個分で見るときはこういう形で見てください。からこの形で、ここの台のエンドラインのところから1個分離れた状態ですね。はい、そこでいいです。まずは、はい、あんま離れすぎないでください。肩幅、足、肩幅ちょっと台、肩幅よりちょっと開くぐらい、肩幅ちょい開きですね。はい、膝ちょっと曲げる。はい。終わり。以上です。基礎です。構えはでもそんなに、でもなんかこうきっちりこうして、あしてっていうのはないですよね。あんまないです。そのまま肩幅ぐらい足開いて、まあ、少し大きく開いてあげて、軽く膝曲げて、少し前傾してあるぐらいですか。ちょっとなんか棒立ちになって、重心がちょっとかかとの方に行って、そのまま下にしゃがむって状態にならない、少し気持ちつま先の方に軽く重心かかりながら、膝を軽く曲げて、両足を肩幅で広く開いて、ラケット1個分台から離れてください。バックスイング、はいはい、ボールが来ました、はいはい、バックスイングの取り方なんですけれども、ペンとシェイクのこの違いからちょっと言った方がいいですかね。変わんないっす。違いはないですね。一緒っす。バックスイングですよね。バックスイング、バックスイングなんで、まあちょっと最初の入りの人向けです、これは。なのであんまり手首使ってラケットの先端が、まあ、右利きであれば6時とか7時とか、まあ、ここまでですよね。こう見た時にこれぐらい
無理に入れなくていいです。まず9時でいいです。真横、真横、ペンも一緒で、まあ一応下向けた方がいいんですかね、少し、ね、ちょっとですかね、はい、あんまこうなんなければいいです、ね、こうなんなければいいです、フォア面は相手側に見えないようにしたいですね、はい、バック面がずっと相手に見えた状態の形で手首をちょっと内側曲げてあげて、はい、ボールの少し斜めを取る角度を作る、そう、はい、でこの時に大事なのがこう手首入れるじゃないですか、ペンでもこうちょっと入れるじゃないですか、まあ、9時までこの動きと膝の動きが一緒、2個1こうじゃなくてこう手首の関節と膝の関節は同時一緒、2つで1つだと思ってもらえるといいですね。下半身ちょっと使ってほしいので、こうやって打つとき、バックスイングをこうちょっと取るタイミングで膝が少し曲がる、曲がるところでバックスイングが完了になりますね。はい、はい、簡単。じゃあ今度スイングいきましょう。スイングするときにペンとシェイクの違いが出てくるんですか。変わりません。変わりません。変わりません。いや、うん、いや、ほんと変わらない、あんまり一緒ですよね。2面だったら一緒ですよ、ほぼね、ほぼ一緒。ペンだからってすごい横にこうやってやるとかないので、最初のこの前置とこうやってやるんだったら、うん、あんまりないですね。それ力入れる場所も、森さんシェイク持ってるときってこう振るとき、どっか指力入ります？あんまり入れないようにしてます。ですよね。で、ペンの場合だと若干、まあ、こう持つので、人差し指力入れないで親指に力入れといて押さえてあげて振ってあげると安定します。親指と後ろの3本で押さえながら振ってあげるといい角度をキープできます。人差し指にこうやって力入るとこうなるんですよね。普通に考えたらここの角度が多分すごいブレるので、3本と親指で支えてあげて人差し指ちょっともう外しちゃうよぐらいの力の入れ方でキープしながら手首を返してあげると安定します。あ、スイング、シェイクとペンは変わらないもと。スイングしていくときにラケットの先端、さっき9時の方向に向いてました、はい、そっから9時から10時の間でインパクトしてほしいんですよ、はい、9時から10時なんでちょっとですね、この瞬間、手首入れたものを戻す瞬間にやっぱりインパクトしてほしいんで、はい、そこで当てた後に先端が、先端がシェイクだったら12時ぐらいですか。先端が自然と上に行ってる、はい、12時ですかね。これペンだと違うんじゃないですかね。もうほぼ10時のままみたいな感じです。ほら、こう今先端もほとんど動いてないですか。こうなる人結構いますよ。それもあれですよね、日本式ペンの振りですよね。そう、こうじゃないですよ。なので、ペンの場合は9時から10時の間で当てて、もう10時のままこう回してあげるようなイメージなので、軌道は。そこはちょっとシェイクと違うかもしれないです。シェイクここまでいっていいですけど、うん、この辺ですね、はい、で、その時に注意してほしいのが手首ですかね、はい、返し方、はい、これちょっと注意してほしいんですけれども、一番注意したところ、注意した方がいいところはどこでしょうか。これですよね、手の甲、なんとなくずっと相手を見てるようなイメージです。そうですね、そうですね。こうやると手の甲を右向くってますよね、今ね、向こう向いてますよね。こうやると手の甲を上向いてますよね。なのでこのまま返していくと、手の甲なんとなくずっと相手を向いてるような、相手方向を向いてる、向きながらこうやって返してあげるようにしてあげるのが最初はいいと思います。そうですね、うん、これ意外と難しいんですよね、はい、この角度変えないで返すっていうのがどれだけ難しいか悩んでる人多いですよね。多い。やっぱ肘を曲げて伸ばす動作で打つか、一生懸命手首使ってこう、こうなったりやろうとしたりとかしちゃうので、こういう人多いですよね。多い、肘中に入ってこうってやる人多いですよね。僕の勝手なイメージかもしれないですけど、手首こう、まあ、内側曲げるじゃないですか、うん、で、まあ、その時のこの返す時の動きと、まあ、ラケットなしで腕を伸ばした時にぐるっとこうひねる、前腕を、ね、はい、ひねる動きがやっぱ重要になるのかなと思うんですけれども、
これでもこうやってくださいってすごい正解だと思うんですけど、僕もこうやってくださいって言うと、もうこうやる人もいる。ああ、肘を一生懸命こう。こねちゃうんですよね。そう。なんかね。本当はね、こうキープ軸にしながら、こうやって内転させて、まあ右キャリアは右側にこう線に敷くのは理想なんですけど、できる人はやってほしいですね。そうすると多分こうブレないので。で、そのペンもシェイクも、そのスイングをしていくとき、肘はずっとあれですか、体の自分の構えとこの体の左側、右側をしてやればこう左側に移動することってありますか？あんまりないですか？あんまりないです。うん、肘が支点になって動くようになるんですかね。そうですね。外側に行くことはありますけど。あんまりこんな動かさないですよね。うん、ちょっと、はい。ちょっとだけですよね。あとインパクトですね。インパクトというか、捉える。捉えるタイミング。タイミング。はもうこれは頂点までの間に捉えてください、最初は。これちょっと実際にやってみましょうか。いきます。完食です。はい、いいです。ついてから早いですよね。待ちすぎた場合どうなの？待ちすぎた場合、詰まった場合。詰まったの。動いちゃダメです。はい。そうなるよ、ね。で、そうなりますよね。打ちづらいですよね。まあ、詰まったら打てないっすって。はい。押すしかない。こう、こすることにするんじゃなくて。そうそうそう。もうね、そう、これか、こう、こうなるか、前に押すしかない。押すしかない。こうやって振れない。じゃ早すぎた場合。早すぎた場合は。早すぎた場合は、いいよね、別に。バウンド直後を取るイメージとしては、最初は、いいと。早すぎてもいいかもしれない。ちょっと空振りしなければ。回転かけられれば、全然いい。入っちゃったし、うん、空振りだけ気をつけてもらえればいいです。そうですね。えぐい。はいわ。で、バウンド直後から頂点ぐらいのところを目がけて当てるように皆さんは意識してやってもらえると、これぐらいですよね。頂点取るイメージは多分だけで頂点過ぎますよね。過ぎます。なんかバウンド直後がいいんじゃないですか。やっぱバウンド直後で変わっていきましょう。ペンの変わんない。ペンの形も同じです。変わってなくないですか？打球点、まあ、打球点とかに関してはやっぱり変わらないですよ。変わらない。特に。何が変わるかって言ったら。先端ですよ。先端の動きがこうならないぐらいですよ、ペンの場合。そうそう。なので、ペンだとこう入りやすいので、まあ、9時って言いましたけど、別に7時とかに自然と行っちゃうのであればいいですよ。ここから止めてもらえれば。シェイクに比べるとやっぱ手首が若干、そう、こうやった時点で入りやすい、入りやすいんで、あとは変わらないです。はい。ラケットのその時の角度ちょっともう一度見てみましょう。ボールの斜め上ぐらいです。いや、真上じゃないです。台上バックドライブとか、そういう類のことをやるときは、真上引っ掛けたりして横に振ったりするんですけど、まあ普通のこういうラリーでやるやつは、真上よりもちょっと後ろ寄りですかね。感覚、僕的な感覚ですけど、これ人によって違うかもしれないですけど、僕のこうさっきとか、ワンコースでやった時の感覚なんですけど、どちらかというと後ろを取るイメージなんです。後ろに近いよね。うん、上じゃない、うん、上と映ったらこうなっちゃうんで、やっぱりほぼ後ろに近いです。まあ真後ろじゃないですけど、横から見てここら辺ですね、をインパクトするイメージです。以上です。以上です。ありがとうございました。これをラリーでこう、さっき僕たち多分やってたの最初に流れてると思うんですけど、あれ3割ぐらいかな、3割ぐらいですね。3割ぐらいの力でこうやって回転かけて飛ばしただけなんですけど、あれをまずやってください、はい、ゆっくりでいいんで、ちっちゃいスイングでちょっと普通のフラットに押すんじゃなくて、少しかけながらラリーを続ける。それが慣れてきたらもう少し手首入れてみるとか、力を入れてみる。で、だんだん力入れてくるとこの角度キープできなくなるので、おそらく最初は。なので、あれぐらいでいいので、あれを目標に
ちょっとラリアツ系にしてもらえるといいかなと思います。0から3割入れるぐらいですか。そうそうそう、うんうん、脱力して構えてて、そっから、まあ、ラケットが角度がぶれないぐらいの1割ぐらいの力が入ってて、打つ瞬間に3割そうぐらい、うん、で練習した方がいい。最初はそうですよね、うん、基礎です。はい、ですかね。ってことで、じゃああんまり力入れすぎず、ラケットの角度がある程度キープできて、まあ、今回やった構えだったりバックスイングだったりスイングだったりラケットの角度だったり打球点だったりとかいろいろポイントがあると思うんですけれども、それぞれを全て意識しながら自分のその力加減をコントロールしてワンコースでまずはできるようにやってあげてください。あと重心だ、はい、最後に重心は真ん中ですよ。うん、真ん中ですね。左から右とか行かないですね。やらないようにしてください。もうほんとまっすぐで体の中心で捉えるのが最初はおすすめです。はい、うん、慣れてきたら好きにやってくださいですかね。お願いします。はい、ぜひ、はい、やってみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。My heart of gold after my silver soul.